皆さんこんばんは。時刻は8時になりました、お聞きの放送はマイスでナイスなラジオ局 FM ヤナバル 79.4 ヤマト河野のハレドキドキハンバーガー、私ハンバーガリストのヤマト河野です。ヤマト河野です。そして皆さんこんばんは、アシスタント菩薩ガールの桃子です。はい、今日はヤマト河野と桃子さんの2人でお届けします。よろしくお願いします。お願いします。今日はね、桃子パワーたっぷりでお届けしたいと思います。頑張りましょう。はい、はい、ということでね、今日は7月30日ですね。そうですね、もう7月ももう終わり。そうですね、もう終わりですよ、はい、今日何の日か知ってます？いいえ。7月30日は、はい、40年前になんと沖縄の道路が右左から、はいはいはい、右730ですね。あ、そうです、はい、はいはいはい、変わった日でございますね。あ、そうだそうだ、今日で40周年です。キリがすごい、ちょうどよくね。そうですね、はい、そういう日なんですよね、まあ、偶然にも今日ラジオやっておりますけども。そうですね、私たちもね、はい、いつも通り頑張っていきたいとそうですねはい、思います。今日のテーマ、平日仕事帰りどうしても行きたいお店にどのぐらいの距離なら食べに行きますか、ということでツイッターでもアンケートをしておりますけども、片道30分で行けるところ45分、いやいや60分、いや100分ぐらい行けるよ、ということでその4択でツイッターでアンケートしておりますけども、さまざまなご意見メッセージを、ぜひ送ってもらえたらと思います。桃子さんはちなみに、どうしても食べたいものがあったらどうします？45分かな。45分かけていきます？ちょっと遠いですねでどうしても食べたいんですよ悩みますね。そうですね、うん、やっぱ45分。あ、それはね、もう食べ物好きってことですよ。そうですか ね、 ねまあ皆さんのね意見をツイッターでも募集してますので、ぜひメッセージもお送りください、はい、時刻は8時8分になりました。ヤマト河野のハレドキドキハンバーガー、私ハンバーガーリストのヤマト河野です。ヤマト河野です。そしてアシスタント菩薩ガールの桃子です。最初のコーナーはこちら、世界の変なニュースを紹介するワールドワイド変イエーイ、イエーイ、ワールドワイド変のコーナーです。桃子さんといえば、えワールドワイド変のコーナーでよく登場してくれる風になってますね。あ、そうなんです、ね、前もそうでしたけどもはいはいはい、そうですね、はい、今日もね、世界のへんてこなニュースを紹介していきたいと思います。はい、はい、では一番最初の変なニュース、こちら、あの未知の痛みがまさに有料で体験できるようにということで、未知の痛みが体験できる、どういうことでしょうか。つまりですね、はい、陣痛です。なるほど、はい、はい、これは男性に、ね、対しての話題ですけど、はいはい、これイギリスのニュースです。はいはいはい、イギリスで陣痛特有の痛みを有料で体験できるサービスが始まり話題になっている陣痛は妊娠した女性にしかわからない痛みであり、うん、通常なら男性には一生かかっても体験することができない激痛である、うんうん、そのような痛みを一体どうやって体験することができるのだろうか、うん、このサービスを提供しているウルトラサウンズベビーフェイスという会社があるみたいですねこの会社によると、テンスという、ね、機械があるそうですけども、はい、ここに電気の刺激を与えることで陣痛の痛みに近いものを再現できるそうです。なるほど、ね、なんでこんなこと始めたんだろうね本当ですねいやちょっとそれが商売になるっていうのがすごい本当ですね、はい、この出産経験ありだという、ね、同社の広報の話では、はい、実際に子宮が萎縮する痛みの、まあ、その萎縮する痛みには到底及ばないが、あ、そうなんですね、らしいですよ、まあ、陣痛どころか生理痛ですら経験したことない男性にとっては十分に妊娠出産の大変さが実感できるとか。そうですかまあでもやっぱり男としてね、まあ、見てるだけじゃないですか、はい、頑張れって、まあ、まあそうでしょう ね、 こういうのを体験することで、まあ、女性にこう寄り添えるっていうことなんじゃないでしょうか、うん、そうですね、はい、まあ、ちなみに料金は3600円で30分間にわたってこの痛みを体験することができるそうです。なんか際どい額と時間とですね。ねえ、うん、いや僕ちょっと3600円払ってこれやりたいかって言われたら。そうですよね。ね、私もそれだったら CD1 枚買うそうですよね、はい、ちょっとこれ、まあ、複雑な記事でございました。はい。はい、こういうのね、イギリスであるそうです、はい。確かに変なニュースですね。変なニュースですね。はい。はい、いや、よかった、変なニュースで。次のニュースを紹介したいと思います。はい、数年ぶりに毛刈りの羊30キロ身軽に。え、はい、この何だと思いますこのニュース。毛刈りの羊、そう、つまりね、読んでいきたいと思います。はい、はい、オーストラリアのニュースですけども、
オーストラリアのねニューサウスウェールズってとこがあるんですけども、うん、そこで数年間毛を伸ばした羊が見つかりました。なるほど、はいはい、農場主が飼ったところ、はい、30キロの羊の毛が取れたそうです。ほう、ね、相当な量ですよこれ。すごいですね、うん、1頭の平均の6倍以上取れたそうです、この羊は農場主の友人が発見したそうで、農場主は写真をソーシャルメディアに投稿、うん、毛は信じられないほど清潔だったと付け加えた。すごい写真があるんですけどね、うん、なんかもう本当に昔あのアフロ犬っていう人形覚えてます？ ありましたね、うん、ありましたね、はい、あのアフロ犬にちょっと足が生えたような感じ、うんうん、もう本当にもっこりしてるんですよ。でなオーストラリアではね今年羊の毛が、まあ、記録的水準で、まあ、上がってるそうで、農場主はこれで干し草が買えると喜んでいたそうです。なるほど、 よかったですね、まあ、変なニュースでした。オーストラリアよりもね、羊って言ったらニュージーランドの、ね、確かに確かにイメージありますけど、はいはい、オーストラリアもねやっぱ羊がいっぱいいるってことなんですかね、はい、うん、どうですかこの羊のニュースは。まあちょっとほっこりするような、ほっこり。羊好きそうですね。うん、ね、まあ会ったことあったかな、ないですか、ないかな、ちょっと記憶にない。まあ沖縄にはちょっと羊はいないですよね、うん、ヤギはいっぱいいますよ ね、 ねえ、でもヤギよりも羊、うん、まあ、羊暑いか沖縄いたら。そうかもしれない、ね、え、はい、そんなニュースでございました。さあ次のニュース紹介したいと思います。最後のニュースです、はいはい、エジプトの黒い石桶から謎の赤い液体、飲用許可を求め署名多数、古代エナジードリンクか、飲むと何か起こる可能性というニュースです。おなん、これエジプトのニュースなんですけども、はい、ちょっと読んでいきましょうか、気になりますね、はい、そうですね、はい、今月エジプトアレクサンドリアで発見された2000年前の巨大な石の棺桶、マケドニアのアレクサンドロス大王の遺体が収容されているという可能性が浮上しているそうですけども、まあ、これでにわかに世界中湧き上がっているってたんですね、うん、そのこのほどこの中身が明らかになりました、うん、はい、はい、でその中のものはですね、はい、中には3人の遺骨とおどろおどろしい赤黒い液体が入っていました。残念ながらアレクサンドロス大王の遺体ではなく、まあ、古代の兵士の可能性だったそうです。でこの、まあ、石桶自体は紀元前305年から30年なので、うん、もう今から2300年ぐらい前の棺桶なんですね。うん、でその棺桶の中を巡り世界中の人がある奇妙なことを望んでいる事実が明らかになりました。はい、はい、なんと遺体とともに入っていた真っ赤な骨のジュースを飲みたいという嘆願書、いわゆるその署名みたいな、なんと2万人も署名が集まったそうです。ですね。ね、で、うん、これで我々は呪われた黒い石桶の赤い液体を飲まなければならない。この液体は酸化したエナジードリンクだというふうにね言っております。でこの嘆願書にはそう書かれているんですけども、うん、まあ、こんな気持ちの悪いものを飲むのはこちらからもう願い下げですけども、うん、この古代の、ね、液体に超越的な力があると思っている人がいるそうです、うん、どうですかね、こんな液体を。いやいやいや恐ろしいですよ。いやいや、ね、ちなみにこれね、これ液体飲んだらこう人体に影響ないのだろうかって書いてあるんですけども、うんうんうん、これね学者が研究しました、はい、この液体の正体、はい、なんとこれは古代エジプトのエリート州のこのこの赤い黒い液体は下水だったそうです、うん、はい、そうなの、はい、下水が液体として残るんですね、うん、なんかまあ流れ込んでたみたいですね。うーん、で色がついてしまったということです。あ、ね、でネット上ではこの古代エジプトのエリートの兵士の力を手に入れるべきだとか、一体どんな神秘的な存在者がこのジュースを所有しているんだろうか、これを飲めば無限の力を解き放つことができるのかもしれないっていうね。急にこのロマンが現実にコロッとなんか漫画の世界ですね。そうです ね、 ね、液体の超越的力に期待する声が寄せられている。決して人に勧められるものではないが、果たして今後この下水を飲む亡者は現れるのだろうか、続報に期待したいということです。いやちょっとね、いや恐ろしいですよちょっとね、うん、こういうものを飲みたいっていう心境どうなんですかね。そうそうです、全くちょっと共感できないです ね、 ね、いや僕もちょっとこれさすがにね読んでて気持ち悪い記事だなと思って、変なニュースがあるんだなと思ってね。まさにワールドワイド編ですね。まさにワールドワイド編、そうですね、はい、よかったです。今日も変なニュースをお届けしてまいりました、はい、ということで、ワールドワイド編のコーナーでした、はい。
時刻は8時18分になりました。大和河野のハレー時々ハンバーガー、私ハンバーガリストの大和河野です。大和河野です。そしてアシスタント菩薩ガールの桃子です。はい、次のコーナーはこちら、本の世界から運も出会いも引き寄せるブックラック。イエーイ。はい、ブックラックのコーナーでございます。あ、ブックラックですか。うん、あ、ごめんなさい、間違えました。ごめんなさい。もう一回いきます。ジャーニーロックでした。あ、ジャーニーロックじゃなくて、もう一回いきますね。はい。はい。はい。本当。はい。日本って超すげえ。ファンタスティックジャパン。ジャパン。はい。ごめんなさい。本当ごめんなさい。ジャパンのコーナーでした。はい、失礼いたしました。はい。このコーナーはですね、最近先週から始まりましたが、世界を知れば知るほど日本がどういう国になるのか見えてくる。日本に住んでいるけども日本がどんな国なのか実は意外って意外とね、日本人は日本のこと知らなかったりしますよね。そうですよね。はい、でこの曲は、まあ、日本が誇る日本の素晴らしいところにフォーカスを当てて、うん、日本を知ってもっと自分の国を好きになっていこうっていうコーナーでございます。はい、はい、ってことで今日のテーマはこちら、超すごい日本の水。はい日本の水です。お水の話ですね。はい、水の話を今日はしたいと思います、はい、どうですか、水道水飲んでますか。水道水、うん、最近ちょっと飲んでます。あ、飲んでますか、はい、ね、日本の水道水、まあ、飲めますよね、うんうん、ごく当たり前に飲んでますけども、うんうん、まあ、実はねこれ当たり前じゃないんですよね。あ、そうですよ ね、 ね、結構有名な話だと思いますけども、うんうん、そう、実は日本の水、まあ、水というのは飲めるっていうのはね結構珍しいことだそうです、うんうん、ちなみに世界には世界はね一応196カ国あると言われていましたけれども、はいはいはい、その中で水道水が飲める国は何カ国だと思いますか、うん、お、何カ国あるでしょうか。 1 でもそう、日本だけじゃもっとあります。あ、本当ですか。はい、まあ、15カ国あります。あ、はいはい、そう、意外とありますね、はいはいはい、15カ国あるんですね、はい、まあ、紹介していくと、ドイツ、オーストリア、スイス、クロアチア、スロベニア、フィンランド、スウェーデン、アイスランド、アイルランド、オーストラリア、ニュージーランド、南アフリカ共和国、モザンビーク、アラブ首長、連邦国、そして日本、はい、ちょっとまあバーンってしまいましたけども、はい、15カ国一応水、水道水飲める国がありますが、はい、アジアはね日本だけなんですよね。ああ、なるほど。そうそう、はいはい、まあ、アジアって結構あんまりこう綺麗じゃないというかね、うんうん、あの先進国じゃない印象ですけども、うん、その中で日本はやっぱりこう飲める水を所有しているわけですね。海外の水が安全でない理由として、うん、上下水道がきちんと整備されてないというのが挙げられます、うん、はい、まあ、まず日本の水道の普及率は世界で最高レベルだそうです、うんうん、まあ、いわゆるこの浄水、ね、このタップをやって水が出て、うん、で下水があって水流れていく、うんうん、これは実は日本はね相当世界でも基準高いみたいで、うんうん、なんと 98% カバーされていると、うんうん、残り 2% はまだそういうところはないんだけども、はい、98% はねね、カバーされてる。多分十分でしょうね。ね、まあ、はい、逆に、ね、はい、僕 100% かなと思ったけど。そうですよね。そうですね。まだあるんですね、そういう地域がね。うんうん、でその上、まあ、浄水場から蛇口までの水漏れの割合、この漏水率、はい、これあるんですけど、はい、漏水率はなんと 3% です。へえ、はい。ちなみにアジアの主要都市の漏水率は平均 30%。あ、そんなに。うん、結構水漏れが多いみたいですね。へえ。まあ、日本はたった 3% なんですよ、うんうん、だからすごいね水を相当徹底してるってことですよね。そうですね、まあ、しかもその 30% というのはまだいい方だそうです、うんうん、世界には水道設備の開発が遅れてる地域がまあたくさんあるそうですね、うんうん、まあ、そのような国で、まあ、飲み水としてミネラルウォーターを購入することになりますよね、うん、大体ね。そうですね、はい、うん、まあ、そのことが逆に開発を遅らせてるというわけです。だからまあ水なかったら買えばいいやみたいな。そう、買える水がいっぱいあるので、うんうん、まあ、逆にまあ設備をしなくてもいいんじゃない、いいんじゃんみたいな感じで、うんうん、まあ、インフラが遅れてるみたいですね。なるほど、うん、水買いますか。水買わないですね、あんまり、うんうん、じゃあ水道水飲む感じ。水を買うならお茶を買います。あ、 あ、お茶か。そうっすね、はい、確かに日本人っすね。そうですねでもやっぱ外国はね水飲みますからね、うん、そうですね、うんうんうん、そしてですね、また下水の普及率は上水よりも低くなっていると、うん、まあ、過半数を超える国も少ないのが現状。だから下水が実は結構ね、うん、他のとこはこうできてないところが多いみたいですね、うんうん、まあ、だからやっぱそういう面でこう街がね
構汚れると、うん、で汚水がいっぱい出てきたりとかして、うんうん、匂いとか伝染病が出るそうですけど、やっぱり日本ってこの洪水とかで、うん、こう映像でよく映るんですけど、うん、例えば地下鉄に水が流れますよね、はいはい、綺麗じゃないですか水、うん、結構ね、はい、あ見たことないですか、多分日本の世界しか知らないかもしれない、海外のそういう下水みたいなのをあまり見たことがないかもしれない、ね、はい、結構他の国の映像を見ると濁流なんですよ、はいはい、でも日本の地下鉄とかって結構綺麗な水がね、こうもし水が増えちゃったとしても、はいはい、結構綺麗な水が流れてくるので、なんかみんな外国人は、うん、あの日本のその漏水した地下鉄見て、はい、あプールだみたいななるほど行ったりするみたいでね、まあ、すごい綺麗なんですよね、はい、まあ、ではなぜ日本がこんなにも綺麗なね水道水があるのかを紹介したいと思いますね、はい、まあ、その理由は、うん、まず第一に水質基準がとっても厳しいと、うん、はい、まあ、日本ってやっぱいろんな基準があるんですよね、はいはい、こう外国からこう食べ物を入、うん、輸入するときとかも、はい、ね、その基準が相当厳しいと、うんうん、まあ、でも今日はねちょっと4つの基準をね、うん、あの比較したいと思います、はい、まず一つはこの WHO っていう世界保健機構っていうところね、うん、ありますね、これまあ基本的なやつなんですけども、うん、まあ、これが WHO の基準と、次が EU の、うん、基準、うん、で3つ目がアメリカ環境保護省という、まあ、EPA というところがあるんですけども、はい、アメリカの基準、うん、そして日本の基準、うん、まあ、この4つで判断します、はいはい、まず大腸菌を比較します、あ、はい、水質のね、はいはい、大腸菌が、まあね、これ感染の高さでとても知られてます、まあ、ちょっと危険な、ね、はい、菌ですけど、はい、この大腸菌が水に入った中にいくらあったら飲め水になるかっていうやつなんですよ、はいはいはい、WHO の場合は水道水100ミリに対して検出されないことが一応 OK です、うん、はいはい、だから100ミリってことは1000ミリ100ミリの中に入ってなかったら飲めるよと、うん、はい、これ EU も一緒です、うん、EU も100ミリの中に検出されなかったら OK ですと言ってます、はいはい、でアメリカ、はい、1リットルの中に 5% 以下だったらいいよと、まあ、ちょっと広くなりましたね、そうですね、うん、じゃあ果たして日本の基準はいくらかというと、はい、何だと思います、なんか桁が変わりそうですね桁が変わりそうですね、うん、はい、さっきが1リットル、うん、そう、アメリカは1リットルにつき 5%、 WHO と EU は100ミリに対して入ってないこと、検出されないこと、難しいですね、難しいですね、じゃあ答えいっちゃいましょうか、うん、はい、答えは検出されないこと、あ、なるほどゼロです、ゼロ、なるほど、すごい、されてはいけないっていうことですね、絶対に入ってない日本の水は、なるほど、もうすごい大腸菌は絶対ないんですよ、へ、はい、それもう一個紹介しますね、はい、他にもフッ素、うん、フッ素のなどの化合品、うんうん、について、うん、はい、フッ素もねちょっと良くないんですけども、うん、これ WHO は1リットルあたり 1.5mg です、うんうん、で EU は1リットルあたり 2.0mg、うん、まあ、EU と WHO は一緒ぐらいですね、はい、まあ、1リットルあたりに 2g 以下だったら大丈夫と、うん、はい、でアメリカ EPA はなんと基準なし、うん、じゃあ入ってっても OK、 あ、そうなんですね、だから飲みたくないですねそうですね、さあ果たして日本は何でしょうか、はい、何でしょう、1リットルあたりになってます、あ、うん、いや難しい、ね、難しい、はい、答えいっちゃいましょうか、はい、答えは1リットルあたり 0.8、 うん、まあ、なんかちょっと入ってるけど、こうやって見る限りでもね、外日本の水 の、 この飲み水は外基準が厳しいという証拠になりますね、はい、まあね、どの基準値見ても日本は特に厳しい審査基準があるっていうふうに言われています、うん、まあ、それだから、まあ、日本の水っていうのは、うん、まあ、すごい綺麗なんだっていうことなんですよね、うん、そうですね、素晴らしくないですか日本、まあ、すごい、ね、すごいですね、だって静岡の方とか富士山の周辺に行くと、はい、もう蛇口になったらミネラルウォーターですよ、なるほど、あの売ってるようなミネラルウォーターが水道から出てくる、うん、そうそうそう、もうまさしくそういう世界なんですよね、いいですね、ねえ、なんか沖縄でちょっとね、あ、水ちょっと違いますよね、はい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 、やっぱり、まあ、沖縄山がないしね、うんうん、そういう影響でやっぱ山があるところは水がとても綺麗ですね、うん、うんうん、まあ、そんなわけで、うん、まあ、そういうね水の基準、日本はとても厳しいということでございます、はいはいはい、まあ、ちなみになんですけども、はい、地球上の飲める水はごくわずかだと言われています、あ、はい、ね、地球上は、水の量14億立方メートル、うん、立方キロメートル、うん、14億キロ立方メートルの量があるとちょっと難しいですね、はい、そうですね、まあ、そのものすごい膨大な量ですよ、はいはい、で、まあ、そのうち、ね、水の
水があるとして地球上の、はい、そのうちの 97% は海水なんですよ、はい、うんうんうん、実際 97.5% なんですけども、うん、で残りの 2.5% がまあ陸にある水と水蒸気だそうです。はい、はい、で 2.5% なんですよ、うんうん、水はね、はい、その陸にある水、はい、で 2.5% の水を分類すると、はい、氷とか、うん、氷河が 68%、はい、地下水が 30%、うん、で地表にある水が 2.2% です、はい、で実際僕たち飲んでるのはこの 2.2% の水です、はいはい、でしかもその 2.2% の地表水というのはこの川の水とか沼の水とかね、うん、あるんですけども、うん、まあ、生活用水として利用できる川の水が中心だそうですけども、うん、さっきの言った14億キロ立方メートルの中の、うん、2.5% の陸の水の中の、うんうんうん、その中で飲める水というのは川の水だけなので、うん、実際人間が飲んでる水というのは 0.006% だそうです。もう本当もう分かります、僕たち飲んでる水って、うん、地球上にある水の中の 0.006% しか飲み水じゃないってことなんですよ、はい、ね、えなんかもうこの 0.006% の水をこの今人口でこう分け合って飲んでるわけですね、うん、そうかって考えたら、はいはい、水って重要ですね。そうです ね、まあでも飲み水以外の水がこんなにも膨大にあるっていうことですね、うん、そういうことですね、はい、まあ、海水ですかね。そう、まあ、海水ね、やっぱりこう分解しないと飲めないってありますけども、そうですね、はいはい、まあ、ですので、はい、水はね大事にしましょう、うん、そうですね、はい、これから 0.006% の水を分かち合っていきたいと、はい、そうですね思いますということでファンタスティックジャパンのコーナーでした。時刻は8時33分になりました。大和河野の晴れ時々ハンバーガー、私ハンバーガーリストの大和河野です。大和河野です。そしてアシスタント菩薩ガールの桃子です。はい、最後のコーナーはこちら、本の世界から運も出会いも引き寄せるブックラック。イエーイ、イエーイ、はい、ブックラックのコーナーになります。今度こそ本当にブックラックのコーナーです。そうですね。はい。はい、ね、本の世界から運も出会いも引き寄せるということで、本は人生を変えていきます。ね、運も出会いも全て引き寄せるのが本でございます。まあ、そのわけで、大和河野の大好きな本を今日も紹介していきたいと思いますが、はい、今日紹介する本はこちら。20代のうちにしておきたい17のこと。ああ。はい、桃子さん。20代。20代がもう終わってしまいます。もうすぐ終わりかける桃子さんですけども、はいね、この本はですねぜひ桃子さんにも読んでもらいたいなと。そうですね、うん、はい、すごい素敵な本です、はい、まあ、本田健さんという方がね書いてるんですけども、まあ、僕ねこの本を20代の、22、3の頃3ぐらいかな読みました。すごくね衝撃的な本で、はいはい、まあ、僕の20代の中で、まあ、トップ3に入りますねこの本は。うん、そのぐらいすごい良かった、うん、まあ、本はねタイトル通り20代のうちにしておきたいことを17個紹介する本なんですけども、うん、これ、ね、30代になった今僕読んでも、はい、なんかまあ学べることが多いなと思いますけど、うん、まあ、やっぱ20代のうちにやっておけばよかったなっていうことがね、うん、いっぱいありますの で、 ですよ、ねね、これ紹介しますよ。桃子さんまさしく20代 ね、 ね、残りわずかの20代を ね、 そうですね、楽しくいきましょう。ラストチャンスですね大丈夫ですよ、まだ大丈夫、30代もありますから。そうですね、はい、まあ、死ぬわけじゃない、死ぬわけじゃないんで大丈夫ですはい、はい、でこの本はねいわゆるこの冒頭でね、まあ、20代は悩んでるうちに一瞬で過ぎ去ってしまう、うん、人生はいろんな、ね、生き方があるので、うん、自分のやり方やりたいことを貫き通して、ね、でも尖って生きるのもありだけども、うん、周りに遠慮しながら生きることもできます、うん、まあ、どんないろんな生き方ができるよと、うん、まあ、いずれにせよどんな生き方をするのかは自分の選択次第ですよと言ってるわけですね、うん、そういった本が始まっていくわけです、うん、まあ、ちょっと17個あるんですけども今日ちょっとね、うん、半分紹介したいと思います、はいはい、まず最初、人生最大の失敗をする、はい、1個目の教えはこちらでございます。はい、はい、まあ、成功した人に、まあ、これ結構ねいろんな人の自分の体験談もあるんですけども、はいはい、この本田健さんの話以外にも、うん、まあ、いろんな成功した人にねいろんなインタビューをして聞いてる内容も入ってます、うん、で大体成功した人に話を聞くと、うん、10代20代で大きな失敗してる人が多いそうです。うん、まあ、本当にねしかもスケールがでかいんですよ、はい、1億円借りてビジネスをやったとか、なるほど、はいはい、まあ、無謀にもねもう無謀としか言いようがないような大失敗をしている人がいっぱいいるそうです、はいはい、ね、で、あのね、この人生で早いうちに大きな失敗をすると、うん、あとはプラス感情になりますと言ってます、うんうんうん、で逆に最初から失敗しないように
安全な道ばかり選んでいると、うん、失敗もない代わりに、うん、まあ、何のドラマもない人生になってしまいますと、うんうんうん、ね、やっぱね失敗がわからないと成功がわからないですよ、うん、いやいいこと言いますねそうですよね、うん、そう苦しみがないから楽しみがわかんないっていうね、そうそうそうだと思う、うん、でそういう面でやっぱ、まあ、失敗をできるうちにそうですねしときなさいっていうね、ことでございます、はいはいはい、そして二つ目、大好きなことを見つける、うんうん、まあこれよく言われますね、これは大事でしょうね、どうですか好きなことありますか。ありますよ、ももこさん結構多趣味ですもんね。まあ なんでしょうねいろいろね、はい、なんかやってますもんね。まあ基本、うん、なんだろう、インドア派まあ、はい、インドア派に見えつつもなんか結構ね外出たりとか、なるほど、はい、うん、まあ山とか好きですね、はい、結構意外とアウトドア、ね、そうですね、嫌ですよね、はいはいはい、そういうね好きなことはねいっぱいあった方がいいって、うん、あの本田健さんは言ってるんですよね。大そうだと思います。本当本当その通り、うん、でそれでね、まあ、好きなことを早く見つけた方が人生は楽しめると言っています、うんうん、絶対そう、そう早いうちに、まあ、なぜかというと、はい、多くの人が30代に入って、うん、このままでいいんだろうかと考えるようになります、うん、そしてもっと自分らしいことをしたいと思いながらも、うん、日常生活のストレスとプレッシャーで戦う感覚が麻痺してきちゃう、うん、まあ、そしてしばらくすると何も感じない、考えられないようになってしまう。あなたもあなたの周りもそういう30代の人いるではないでしょうかと、なんかねちらほら思い当たる人がいますけども、すごいぐさっといきますね、うん、ね、まあ、結構的確なこと言うんですよ ね、 すねこの人の方は、はいはい、ですので大好きなことを見つけるのに早い方がいいということは、うん、まあ、単純に人生を楽しめる時間が長くなりますよっていうことなんですよね、うんうんうん、まあ、でもこれは本当にその通りですね、うん、はい、ということでございます。では次、はい、3つ目を紹介したいと思います。これ僕すごい好きなんですよ。3つ目、一流のものに触れる。あ、一流のものね、はい、人生は自分が触れたものになると考えています、はい、三流のものに囲まれて三流のものに触れていたら三流になります、うん、一流のものに囲まれて一流のものに触れているとやっぱり一流に近づいていくようになります、うん、愛がいっぱいあるものに触れていると愛がいっぱいの人になるし、うん、不幸な人たちに小突き回されていたら自分も不幸になって暴力的になったりするものですと、うん、そうでしょうね、ね、言ってます。やっぱそういうことですね、はい、つまり環境に左右されるんですよ人間ってのは。そうですね、はい、うん、環境は大事ですよね。どうですか職場とかね。職場がやっぱり一番、ね、一番まあでしょう、ね、社会人に影響を受ける場所ですね、はい、あとは、ね、パートナーとか、ね、付き合ってる人とか、あ、そうでしょうね、友達とか、はいはい、あとは住居ですね、うん、住んでる環境とかね、うんうんうん、まあ、そういうのに、まあ、影響を受けると、うん、まあ、ですので極力この20代のうちは、はい、このいいものに触れる、はい、最近僕もライブねちょっと見に行って、コロナフェス、あ、はいはいはい、うん、やっぱり久々にああいう大きな規模のライブ見に行くと、やっぱ僕すごい震えましたね心がね。あ、本当ですか。いい音楽出会えて、いや本当に行ってよかったなと思って。よかったです ね、 ね、やっぱそういうね、なんだあと、はい、よく言うじゃないですか美術館でよう見るとか、うん、でもわからないけども、わからない、うん、わからないけど見ると、はい、なんか感じると、あ、それがいいみたいですよ。わからなくても、うん、まあ、感じることがいいと、うん、まあ、ですので、まあ、分かんなくてもとりあえず一流に触れることがいいんじゃないかなっていうふうにね、僕はちょっと思いましたね、はい、そうです ね、 ね、ぜひ触れていきましょう。そうですね、はい、では次紹介しますよ、はい、次、死ぬほどの恋をするとか言って熱くなっちゃいました、ももこさんいきなりはい、ということですよ。これまあ面白いですよ。今あなたは大好きな人いますかと。人間が一生懸命になるのは、うん、誰かのことを本当に愛している時です。例えばそれは好きな人のためにチョコレートを作ってあげるとか、料理を作ってあげるとか、そういうことから始まって、はい、子供のために何かをしてあげようとか、うん、親孝行をしてあげようという時に人の心は自然に動けるのですと、うんうんうん、と言ってますね。そうですよ ね、 ね、まあ確かに20代のうちに燃えるような声をまあここでちょっとノーコメントですけど、ね、したんじゃないかなとちょっとデリケートな、はい、話ももかさんにもね、まだ20代なのでね。そうですね、はい、はい、でね、この本気の声は一生懸命なれるっていうの書いてあるんですけども、うん、こう作者もね、はい、いろんな人にインタビューしたそうです、はいはい、で60代70代の方にいろいろインタビューした中で、うん、まあ、いろいろ後悔してること何かと、うん、言ったらやっぱり20代の時に、まあ、死ぬほどの恋をしなかったことだなっていう答えた人が多かったそうですね、うんうんうん、ではなぜ死ぬほどの恋ができないのかっていうことなんですけど、はい、理由は2つあるそうです、はい、まず1つは自分の心がオープンじゃないと、うんうん、まあなんか
なんていうんですかね、こう自分の心を解放することはちょっと難しいのかな、今の時代は。そうかもしれないですね。まあ、なんかね、この、まあ、ライフワークでもそうなんですけども、うん、良い人間関係を築く上でも、うん、こう自分の心をオープンするってことはとても大事だと言ってるんですね、はい。まあ、つまりこう恋愛で 100% ね、うん、本気になれないっていうのは、うん、実は他でも同じような影響があるんじゃないかと作者は言ってるわけですよ。ね、オープンでいきましょう。でもう一個、もう一個の理由は、はい、年を重ねるとね、うん、自分の好き嫌いが分かってきて、県外の人に下げて冷めてしまうと。なるほど。だからやっぱ年取ってしまうと、うん、なんか誰が好きで、まあ、こういうのが好きでこういうの嫌いなんだって分かってきちゃうと、こだわりができちゃうんですよね、うん、そうそうそう、はいはい、そうなっちゃうとやっぱ選んじゃうじゃないですか。そうですよね。それがダメなんだって。もうとりあえずなんかいいなと思ったらアタックするみたいな。お、若いですね。まだ若いじゃないですか。まだ桃子さん若いじゃないですか。そうですかね。そう、そういうね、まあ、なぜかというとやっぱりそのさっきも言ったけど選んでくるってことは、うん、自分の恋愛の磁石が弱くなるそうです、うん、こう情熱を感じにくくなってくると、うん、だからなんかこの誰かのことを一緒に好きになる、うん、そういう感覚がね、うん、実はとても必要なんだっていうふうにね、うん、言っております、はい。で、ここで一つもう一個言うと、はい、まあこの何ですか、大事なこと、はい、ついつい人間は外見で判断してしまいますね、うん、第一印象とかね。そうですね。外見や条件を重視するよりかは、うん、自分が進みたい方向性、うん、ね、同じ趣味とかなんか気が合うとかね、うん、まあ、人生のノリが一緒、まあ、その同じようなノリを持ってる人を選んだ方がいいと言っております。まあどうせ付き合うならね同じ価値観の人がいいですよね、うん、絶対そうですね、うん、まあそういう風に言ってるわけですね、はい。まあ、ですので死ぬほどの恋をしましょうということでございました。はい、はい、次紹介したいと思います、はい。次は自分のルーツを知る。うん、はい、どうですか。ルーツか。自分のルーツ考えたことありますか。最近ちょっと勉強したいです。うん、ねえ、うん、これはねまた面白いんですけども、実は自分のルーツというのは、うん、知らず知らずに、うん、自分の人生に影響を及ぼしています。例えばお父さんの仕事、うん、お母さんの仕事とか、うん、ね、実は僕が例えばある人は医者になりました、はい、でも実は親父も医者だったとか、うんうん、おじいちゃんが医者だったとか、うんうん、学校の先生を親がやってるから自分も教師になったとか、うん、まあ、それってやっぱこの実は影響を受けてるんですよね。まあもちろん、うん、はいはい。でそのルーツを知るために、はい、その自分の知るためにはまずルーツを知ることが大事だと言ってるんですね。はい、さっきも言いましたけど、親が何やってたかとか、はい、でそういうその DNA というのはまあ人間には、ね、うん、刷り込まれてますので、うんうん、自分の親と子供は一緒の DNA があると、うんうん、ですので逆に言うとその親と同じような DNA の進みに進めば成功しやすいってことなんですよね、はい、うん、まあそうですよね。自分の家族の周辺を調べていくと自分のルーツが分かり、自分の才能と関係していることに気づきます、うん、まあ才能、うん、そうですね。ね、どうですか才能。うん、今日はいっぱい考えてますね。そうですね。いろいろと考えてますね。考えてますね。うん、そうなんですよ。はい。でこれで紹介しますね。はい。自分のルーツをね知ることは、うん、生まれた目的を探すというよりかは、うん、まあ、ある瞬間にね、うん、この理解することだそうです。この自分のルーツっていうのは、うん、まあ、なんかそのあこれが自分このために生まれてきたんだとか、うん、なんか分かる瞬間があるみたいですね。うんうん、まあ、なんていうんですかね、これは200ページに書いてあるんですけども、まあ、本当に例えば自分が簡単なことをする、まあ、例えば僕の場合は歌を歌って、うん、それで喜んでくれる人がいるわけですよ、うんうん、僕歌うことそんなに、まあうん、まあ、苦労してないっていうか、なんだろうな、好きで歌ってるし、うんうん、で楽しく歌ってるわけですよ、うんうん、でもちろん努力もちょっとしてるけども、うんうん、なんか楽しいから歌を歌ってるんですよね、うんうん、でそれに対してこの評価してくれる人がいっぱいいると、うんうん、あこれ僕の使命なのかなって思うわけですよ、はいはいはい、でやっぱりこう実は僕の親の家系を見ていくとですね、はい、僕のおばあちゃん、はい、沖縄の血筋のおばあちゃんは亀井っていう名字なんですけども、亀井家というのは琉球王朝のその時代で、うん、まあ、どちらかというと結構その踊りをやっていた血筋だそうです。でまた逆に僕の山梨の母親の血筋なんですけど、うんうん、おばあちゃんの方なんですけど、はいはいはい、ピアニストなんですよね。あ、そうなんですね、うん、実際に今僕の、まあ、お母さんお父さんのいとこは、うん、山梨でピアニストやってる方がいたりとか、まあ、おばあちゃんはお家ねグランドピアノがいっぱいあったりとか、うん、実はねそういう家系だったんですよね。
そうなんですね。だからそれの血を継いでんのかなと、うん、やっぱこう逆にねそうやって振り返るとなんかあなるほど自分のルーツってこれなのかなってね、うんうん、結構思ったりしたんですよね、うんうんうん、はい。で生まれてきた目的が明確になると、うん、自分のビジョン自分の未来に自信が持てます、うん、あそうですよね、うん、で本質的なもので言うと、うん、なぜ自分が生まれたのか、うん、このことを深く理解していくと、まあ、何があってもぶれないと、うんうん、まあ、自分にはこれなんだっていうことがあれば困難を乗り越えられる、うんうん、はい、まあ、つまりそれが使命になっていくわけですね、はいはいはい、っていうふうに言っています。それでですね、うん、ちょっと読みたいところがあるんですけども、はい、人生にはアクシデントやトラブルがつきものですが、うん、何が起きても人生観が安定している人はその影響を全く受けることがないのです、うん、けれども人生観が定まってない人は、うん、人から何を言われたかだけでも落ち込んでしまったり、うん、イライラしたり怒ったり、うん、悲しんだりしてしまいます、うん、だから、なぜ自分は生まれてきたのか、この人生で何をしたいのか、うん、そういうことを20代のうちに考える必要があります、うん、って言ってます、うん、まあ、ですのでどんなことがあってもねブレないで生きる、うん、そういう自分のルーツを探すことがとても大事ということになりますね、うん、はい。ということでこのブックラックのコーナー、この20代のうちにしておきたい17のこと、はい、これ後半ねまた来週やりたいと思いますので、はい、ぜひ来週も楽しみにしててください、はい。本田健で20代にしておきたい17のこと大和書房で販売していますので、うん、ぜひチェックしてみてください、はい、ということでブックラックのコーナーでした。時刻は8時50分になりました。大和河野のハレトキドキハンバーガー、私ハンバーガリスタの大和河野です。そしてアシスタント菩薩ガールの桃子です。はい、ということであっという間にエンディングになってしまいました。いや早いですね。楽しかったですか？楽しかったです ね学びましたね。そうですね、うん、20代20代勉強になりました、はい、頑張りましょう、はい、頑張ります、はいはい、ということでね、今日のテーマの結果発表をしたいと思います、はいはい。平日の仕事帰り、どうしても食べたいものを見つけました、お店見つけました、どのくらいの距離までなら食べに行きますか、うん、ということなんですけども、はい、第1位はですね、うん、片道30分でございました、うんうん、58% の方が、うん、あーそんなに、はい、で 25% が片道45分、うんうん、で片道60分なら行くよって人が 8%、なんと片道100分でも行くぜって人が 9% 60分よりも 100% の人が多い、ね、100分の方が多いみたいですね。まあ、僕も1時間ぐらいだったら行っちゃうかもしれないな、はい、皆さん本当にねたくさんのご意見ありがとうございました。あっという間にこの番組もエンディング終わり、残り40秒になってしまいましたね。桃子さん、なんか最後一言喋ってもいいですよ。はい、喋って言ってるんで喋れないですね。そうです ねなんか準備しとけばよかった。まあね、また桃子さんまた次も菩薩ガールで、はい、登場していただけますので、はい、よろしくお願いします、はい。あの菩薩ガールね、みんなキャラクターのね、そうですが違ってとても面白いと思いますので、はい、あのみんな僕によく合わせて喋ってくれます。桃子さん本当にね癒しボイスなので。また次の放送もぜひお楽しみください。はい、はい、ということで大和河野のハレトキドキハンバーガー、ありがとうございました。私ハンバーガリストの大和河野と、はい、菩薩ガール桃子でした。ありがとうございました。ありがとうございます。またね。